次期組長は木村でほぼ確定、ますます狙いづらい相手になっちゃうよ。それは知ってる。もっと新しい情報を出せ。この二人どんな関係？腰が痛いって言ってた。ヘルニアか。それはわかんない。細かくチェックしろっつったろ。今までいくら払ってきてると思ってんだ。こっちだって何年もかけてあいつとここまで打ち解けたの。あんなゴミみたいなやつにセクハラされながら。殺すならさっさと殺してよ。